野手、宇藤右みち。現在は MLB ボルチモアオリオールズ参加に所属している。2008年 MLB ドラフト3巡目でボルチモアオリオールズから指名され6月14日に入団。2012年9月11日にメジャー初昇格を果たし9月25日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。ダイソーとして出場した。 2013年7月31日にバドノリストのトレードでジョシュ・ヘイダーと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。同日のフルス・オリオールズ戦に2番・右翼手でスタメン出場。5ダス・ム・アンダだった。2014年オフにはリーガ・ベネソラーナでベースボール・プロフェッショナルのレオネス・デル・カラカスでプレーした。ここでの登録名はジェローム・ホーズだった。 2015年には出番が激減し、8試合の出場に止まった。だが、非常に限られた機会ながら打撃は上向き、打率267をマークした。守備面では右翼手と左翼手を守り分け、DRS プラスに無失策と安定した守備を見せた。11月20日にリーフとなった。2015年11月25日、金銭トレードで、 ボルチモアオリオールズに移籍した。2016年1月26日、エフレンナバーロの加入に伴い、ディーフとなり、2月4日に、トリプル A 級のフォークタイズに降格した。ありがとうございます。